さらに押し戻します。そしてボン。はい、今日はですね、このナーフライバルノックアウトというですね、ナーフのおもちゃの中でもこのライバル、いわゆるですね、ゴルフボールみたいな球ですね、このスポンジなんですけど、いわゆるナーフのこのダーツではなく、このナーフのこのボールですね、ボールがガンになったライバルシリーズのノックアウトというのをレビューしてみたいと思います。これはですね、3年前ぐらいに出たので決して新しい商品ではないんですけど、 Amazon で、まあ、3700円ぐらいでしょうかね、ご輸入で買います。でこのナーフライバルノックアウト、いいところはですね、とても打つまでの動作というかね、所作というかオペレーションがですね、非常にこうめんどくさい、ただめんどくさいのがかっこいいっていうのがあるので、今日はおすすめしたいと思ってます。では早速見てみましょうかね。まずはですね、このトリガーを、トリガーというのがですね、引きます。そうするとこのように弾を入れるところが開きます。そして弾を入れます。そして弾をまたトリガーを、弾を入れるところ押し戻します。そしてトリガー、ここですね、ここかなりね力いるんですけど、引きますね。そして引いてもこれまだ出てないんですね。引いた後さらに押し戻します。そしてボン、すごい勢いですね。ちょっともう一回、弾がねなくなっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、一回引いて、ん、あれ、こうか、引いてここに入れて戻して、そして引いて戻す。そしてちょっとガラスに打っちゃうと弾いちゃうんで、カーテンに打ちましょうかね。はい、という感じでとても威力があります。でちょっと聞いていただいた通り、非常にちょっとうるさいです。なんですけどパワーがすごいっていうことを多分ご理解いただけなったんじゃないかなと思います。でちょっとですね、公園で打ってみてどのぐらい距離がこれいくのかっていうのを試し打ちしてみたいと思います。はい、それではですね、このナーフライバルノックアウトをですね、走行というかね、距離ですね、ちょっと試してみたいと思います。ちょっと外で撮影してようと思ったんだけど、ちょっとね、風が強かったんで、急遽中にしました。中にしたんで、ちょっとね、距離は限界があって、向こうの壁くらいまでだいたい10メーターぐらいですね。それでちょっと確認してもらえばと思ってます。では早速、やってみましょうかね。まず一発目。入れて、はあ、そして引いて戻す。カーテンに向かってどうかな。どうですかね、見えましたかね。ちょっとね、ボールをなくさないようにちゃんとありか覚えておかないとって感じですね。カーテンに10メーターは余裕ですね。まあ20メーターぐらい、20メーターとまあ15メーターぐらい飛ぶんじゃないかなと思います。でちょっと若干こう、球が落ち気味だったんで、もっとピシャっていくかなとはいう感じで、そこまでではないということがわかりました。ただですね、やっぱね、この動きね、とてもかっこいいので、おすすめです。